はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO をしながらただ雑談していきます。どういう動画かっていうと、やっとね、あの子に聖杯が触れるんで聖杯振っていこうかなと思います。まあ誰に聖杯を振るかっていうと、まああの子ですよ。いや、振ろう振ろうって思って頑張ってスキル上げしてたんですけどね、やっとできたんで聖杯振りたいなと思います。アビーちゃんですね。いやー、 QP もね、5500万貯めんの大変だった、本当に。まあそこら辺飲んで、まあ適当にちょっと雑談しながら聖杯振っていこうかなと思います。いやー、聖杯振るのね、星5だった場合どれぐらい必要なんだったっけ。まあ5500万 QP プラス種火っていう感じなんで相当必要なんですが、まあ一応今回がボックスイベントっていうことなんで、まあ種火とかそんなん気にせずにガンガン入れていこうかなって感じですね。まあ大成功してくれたら嬉しいんだけど、まあ大成功しないからね。で、ここの時にあと半分じゃんと思って銀火種とかこういう感じで混ぜようとすると、まあすごいある意味驚愕するよね。地味に足りないんだよね。まあ、金火種1個入れたら多分これ足りるんじゃないかな。足りるね。まあどうせだったらこれでいいか。めんどくさいしね。はい、レベル上限達成くださいな。俺ね、思ったんがさ、レベル上限のやつがポンってくるようになって、大成功したか大成功してないか分からなくなったよねって思ったんだよね。それちょっとね、なんかそれはそれでいいのかって思いながらも、まあ仕様になったからしゃあないって感じですね。けど本当にあの、なんかラストな、あれだよね、育成してって最後らへんになるとなんか大成功してしまうとかよくあったじゃないですか。まあ自分どちらかっていうとめっちゃ大量にあって、なんだよとか思いながらやってたんですが、まあそれが分からなくなってしまったという時点で、これはもしかして隠蔽されてるんじゃないかとかね、思ったり、まあ思わなかったり。まあ、実際ガチで隠蔽されてるんだった場合、なんて運営だってなるけどね。こぼれるほど。はい、2回目上限達成。で、てかね、アビーちゃんにね、聖杯を捧げたら、もう聖杯がなくなってしまうんだよね。だから運営さん、もう少し聖杯配ってほしいなとか思ったりね。まあ、聖杯自体がね、本当はそんな簡単にポン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 ゲットしちゃダメっていうのがあると思うんだけど、まあいかんせんやっぱ自分としていろんなサーバントに聖杯振っていきたいって思ってるから、まあちょっとなーとか思ったりで、94から95に上げるまで、オールヒドに使ってもレベル上がらないんで、そこだけが注意必要かな。やっぱレベル100作るってなると超大量の火種が必要となります。で、こういうところにね、こういうところでね、大成功とかしてくれたらやっぱ嬉しいんですが、まあならないんだよね。それはしゃあない。こぼれるほどくださいな。あとちょっとだな。あー、もう銀火種食わそっかな。めんどくせえから、いける。銀火種食わせてもこれ多分上がらないでしょ。あ、上がるわ。銀火種でいいや。どうせ売却してマナプリズムになるんだったら銀火種食べさそう。こぼれるほどくださいな。まあ基本自分は銀火種に関しては超売却してってる人間なんで、まあ銀火種自体であんま育成することないから、まあたまには銀火種っていうのも悪くはない。はい、98レベルまで上限アップ。でもうそろそろ金火種の方がねなくなるんで、ボックスの方をガチャガチャしに行かないとダメなんで、してこようかな。プレゼントボックスまだ溜まってたっけな。まあこれ完全的な、雑談動画なんで、まあ、特にオチというものは特にないです。ここで言うのもなんかもしれないけど、特にオチはない。これレベル順にした方がいいか。あ、絆レベル順こっちか。金火だね。いや、足りないだろうな。297枚でしょ、多分足りないだろうな。ただやっぱこぼれるほど、うん、レベル100を作ろうってなると
左のコストがやっぱすごいですね。まあどうせだったらあれだな、なんか全部金左で食ってどれぐらい食いましたっていうのにした方が良かったかもしれないね。あ、こぼれるほど。これがさ、その大成功か極大成功かどっちかわからない状態ね。まあ極大成功とか大成功してたらなんかガチャ引いてっていうのもありなんですが、まあわからないからいかんせん引けないんだよね。だからあれ何、概念連想ぐらいかな、極大成功とかそういうのが割となくなったのが、あ、できるのか。でラスト、あー、これで聖杯がなくなったと同時に、レベル100まで上限超えましたね。レベル100になったらここでさ飛ばさせてくれたらいいのにね。自分で行けよみたいな感じでやるの超嫌なんだけど。あー、やっぱ金ひらで足りないですね。やっぱ98から99にするとここまで、なんかきついな。まあさすがにボックスを開ける方は動画にするのはなんだと思うんで、多分早送りになってるとは思うんですが、まあ、カットかな。何者であれ、はい、ということで、まあそこそこガチャ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 してたんですが、多分これで足りるかなって感じかな。まあ3箱ぐらい開けてきました。まあ金火種のやつがね、合計25個だったっけな、1箱なんで、割とまあ貯めやすいっちゃ貯めやすい。くださいね、かわいい。もうこういうところでね大成功してくれる、もうマジでアビーちゃん天使だと思う。かわいい、素晴らしい。いやー、やっぱいいなー。ということで、あ、ギリ足りないのか。てか、そこでギリ足りないんだね。やっぱり全然いかないね。あー、てか久しぶりに強化のやつとかちゃんと見るわ。さあ、ということで、いやー、やっとこれで完成だ。いやー、うーん、こぼれるほどくださいな。レベル上限達成ということで、レベル100になりましたね。 HP が 16,086 の、アタックが1400、違う、14,245 か。いやー、あとはフォー君だけなんですが、まあいかんせんフォー君は今シテンちゃんが食って、てか聖杯をね振った順に振ってるんで、まあいつになるんだろうな。星もフォー君の羽振りも悪いしな。まあいつかできたら2000にしたいなって感じかな。で、まあスキルの方も10-10-10で、一応完璧っちゃ完璧かな、スキルとかそこら辺に関して。あとは聖杯も振れたしね。まあただまだね、あの宝具の方が2なんで、まあ後々またピックアップが来たらゆっくりとでもいいから5にしていこうかなって感じかな。よし。いやー、けどやっとできた。自分このスキル上げのやつでね、根っこで積んでね、精霊魂でもずっと根っこ集める旅っていうのをね、クリスマスやってて、まあ、クリスマスだけで根っこは多分40個ぐらい集めてるのかな。もう根っこは見たくないとか思いつつもずっと根っこ集めてます最近。いやー、けどまあスキル上げちゃんと順位できて、レベル100もできてよかった、頑張った。まあいいや。ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。まあただの雑談動画でした。うん、特に言うことはないということで、まあまた今度もね、こういう感じの雑談動画とか FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。
最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さんありがとうございました。